今日はストライダーを扱っている GS ジャパンさんに来ていただきました。お願いします。 GS ジャパンの中です。いつもお世話になります。ちょっと今回簡単にちょっとストライダーの方の説明をさせていただきます。このストライダーの特徴なんですけども、これが一応この三角形フレームにこのベルトドライブ、ディスクブレーキ、素材の方がアルミフレームになります。これはストライダー全機種で共通します。続いてこの折りたたみ方はどう折りたたむんでしょうか。そうですね、簡単なんですけども、ストライダーの方、こちらの方のレバーをですね外して緩めていただきまして、ハンドルの方を収納していただきます。それでこちらの方にレバーがついてるんで、レバーを締めていただいて、こういう形でパチッと締めていただいて、で簡単ですね、完了です。持ち運びもこういう形で持ち運びできますので、非常に便利な自転車になっております。続いてシリーズの説明になりますけども、こちらの方がエボシリーズですね。三段変速になります。三段変速ですけれど、レバーとも見えたんないですけど、そうですね、こちらの方が変速、手で変速をする自転車じゃなくて、こちらの方に変速のユニットがついてるんで、はい、普通に走行をしながらですね、逆回転、少し逆回転、ペダルを逆回転しましたら、カチッカチッと今音鳴ってますけども、こちらの方で1回鳴ったら1台変速があります。それで1、2、3、1、2、3という形でロータリー、3段のロータリー式で変速するタイプになります。おお、その便利ですね。ですね。でこちらの方が一応16インチのエボーですね。それで一応2色になります。でさっき説明させてもらった同じタイプでエボの18シリーズですね、はい、でこっちの方が一応3色の方で展開しております。でこちらの方が SX シリーズですね。この SX は18インチのシングルギアのみになります。一応三色展開で予定しております。次が16インチになるんですけども、ストライダーのマルチカンノン。こちらの方の特徴は、ブロックパターンのタイヤを搭載しておりまして、マットカラーの迷彩色になります。あと三色展開で、あとグリーン系とブラック系の三色展開の予定です。すべてこの迷彩色になるという。そうですね、アルミカラーですね、こちらの方はね、はい、でこちらの方が一番スタンダードの自転車になるんですけども、ストライダー LT、特徴といえばこちらの方のプラスチック のホイールですね。でカラーも豊富で6色展開で予定しております。はい、気になる新色ですけれど、いつ頃の入荷になるんでしょうか。そうですね、だいたい5月ぐらいの一応発売を予定しております、はいはい、で今回ちょっとカラーの方の説明、カラーもちょっと全部用意できなかったんですけども、ストライダーの公式のホームページご覧いただきましたらですね、全色がご紹介できるような形になってなりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。また詳細は概要欄からご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。